履正社高校3年安田久典、野球やってます。小さい時からよく食べさせられてたっていう感じだったんですけど、それもトレーニングやってるふうに言われてたんで、優勝と準優勝は全然違うぞって、本当に終わっても悔しさしか残ってなかったんで、日本一ってことを、まあ、ずっと口にしてやってきてるんで、まあ、次の夏こそ絶対に甲子園で優勝するっていう気持ちで、優勝にふさわしいスラッガーじゃないですけど、そういうバッターになりたいなって。